全能のアッラーは聖クルアーンで法を仰せられています。敬天の民であるキリスト教徒よ、あなた方の宗教において正しい信仰に反して行き過ぎてはならないし、アッラーについて真理以外を語ってはならない。本当にマリアの子イエスはアッラーの使徒であり、アッラーがマリアにジブラエルを介して投げかけられたアッラーの御言葉であり、アッラーによる魂である。ならばアッラーとその使徒たちを信じよ、そして三位一体の神などと言ってはならない。そんなことを言うのはやめるのだ。それがあなた方にとってより良いこと。アッラーこそは唯一の崇拝すべき存在なのだから。子供があるなどということから無縁なアッラーに称えあれ。初天にあるものと大地にあるものはアッラーにこそ属する。そしてすべてを受け負われるお方はアッラーだけで十分なのである。